バックアプローチで英語4技能が身につく。ジャズルスのミュージックアニメーション、オリジナルソング全27曲と多彩なゲームアプリで、子どもたちは英語を楽しみながら効果的に学習できます。バックが表すのは V、 ビジュアル、視覚、 A、 オルトリー、聴覚、 K、 キネステティック、体格。子どもが母国語を習得できるのは、日常生活の中で自然にこのバックアプローチが繰り返されているからです。これを英語学習に応用したのがジャズルスのミュージックアニメーション。オリジナル ABC ソングを含めた全27曲は、それぞれユニークなキャラクターが登場する楽しい物語でありながら、英語の構文、サイトワード、時制、フォニックスなど言語のルールや要素が自然に学べるよう構成されています。そしてこれら A から Z のフォニックスソングには、実に400以上の単語が登場し、小学校3年から6年の外国語学習でも大いに役立ちます。ジャズルスの開発者レズリー・ベスさんは、多民族国家オーストラリアで長年多くの子どもたちに英語を教えてきました。英語が母国語の子どもたちはもちろん、移民や外国の子どもたちに対してもその学習効果が実証、評価され、オーストラリアをはじめアメリカの公立小学校、そして世界中の教育機関で導入されています。ジャズルスのアプリは各アプリストアからインストールできます。アプリ内には広告を設置しておりませんので、安心してご利用いただけます。インターネットに接続した状態でメールアドレスを入力、スタートトライアルボタンを押します。このアクセス情報は匿名で収集されており、個人を特定するものではありませんので、ご安心ください。こちらがジャズルスのアプリです。右上赤のアニメーションと黄色のカラオケはインターネットの接続が必要です。右水色のリーディングはオーディオブック、右下ピンクリリックスはセンテンスゲームです。アニメーションを参考にやってみましょう。真ん中の列は単語ゲームです。難易度順に黄緑、フラップはワード神経衰弱、その下のオレンジはリスニングゲームです。真ん中一番下は絵とスペリングのマッチングゲームです。